なるほど、これらは全て奴らの仕組んだ罠ということか。推測でしかありませんが、全ての状況から判断するとそうなるかと思います。こいつの立ちの悪いところは、罠だと分かっていても避けて通ることができないってことだ。ここで退いてもこれまでと状況は変わらぬ。早々に決着をつけねば、いずれこの大陸は奴らのものとなるだろう。こうなるとガンダルガン要塞が何とも惜しい。あそこまで破壊せずに置いてくれればと思わずにはいられない。敵の本拠地まではもう少しなんでしょ。だったら守りのことなんて考えないで、パパーッと攻めちゃえばいいじゃない。確かにケイの言う通り、直進できればな。西側のこととなると、俺も古い文献を見ただけゆえ確実なことは言えぬが、ミサドガザの西側にはデスバリーと呼ばれる湖がある。この湖の水は全て毒でな。その一帯は年中デスバリーから発生する霧に包まれているということだ。周囲は毒を含んだ霧に覆われ、通ることはできないということか。そうなるとやはりラロ編が砂漠を越えねばならんのだが、霧は砂漠にまで張り出しているらしい。砂漠を行くにしても大きく迂回せねばならんだろう。船で向こう側へ行くことはできないのですか？それはとっくに試した。だがな、以前に言ったように海岸線は切り立った崖ばかりだ。さらに悪いことには、海岸線は浅瀬が多く、上陸場所を探すことすら困難な状況だ。せめて前もって上陸地点を制圧しておくくらいのことがなければ、船で軍勢を運ぶことなど到底できん。そっか、レベリーはユリシーズだから海のことはお手のものだったね。俺たちはラロヘンガ砂漠を越え、上陸地点の制圧を行います。ザブルク王は輸送船の手配をお願いします。何も海路を使い兵を輸送する必要はありません。兵の武装や糧末、その他大型の兵器などの運搬に役立てられます。携行品を少なくできれば、それだけ身軽に動けるようになり、長時間の行軍もしやすくなるか。海の中にどんな危険があるかわからないけれど、これは君にしかできないことなんだ。どうぞご心配なく。私にとって海ほど安全な場所はありません。船の船頭は私にお任せください。今回のことはケイに任せよう。必要なだけ兵を連れて行ってくれ。分を祈っておるぞ。自分の人生を歩んだらどうですか。
私の選んだ道ですから。皆さんのお役に立てること以上に幸せなことはございません。僕にとっては人ごとだけど、けどさ、お宝って危険の中にしかないものなんだよね。だからこそ輝いて見えるっていうか、手に入れるまでが困難であればあるほど、お宝は貴重なものになるんだ。それはさ、単にお宝が貴重だってだけじゃなくて、自分がどれだけできたかってことの証だから。だからね、この冒険が終わったら、僕はきっとこれ以上のものはないってほどのお宝を手にしているはずさ。そう考えたら途中でやめられるわけないでしょ。それが絆というものですか。多くの時間を共有することにより生まれるもの。時間の長さなんて関係ないって。要は私が気に入ったってだけなんだから。私、皆さんのことが大好きです。大好きな方のそばにいたいと思うことは自然なことではないでしょうか。この世界に人の感情ほど推し量れぬものはありません。いいじゃん、そんなの分からなくたって。分からないことは多い方が人生は楽しいって言葉知らない？知らなくて当然だって。さてと、明日も早いみたいだし、そろそろ寝よっかな。そうですわね、夜更かしはお肌の大敵ということですし。そうなの？それじゃ早く寝ないと。それではおやすみなさいませ。私自身のことでさえ理解できてはいないというのに、他人の心の内を知ろうとは。この心の動きこそ人である証なのでしょうか。ですが、私は所詮私も道具でしかないのです。じゃあ、レベリーちゃんが戻ってくるまでに一仕事終わらせますか。